100キロ食堂ということで本日はエスポのおっちゃんに来ていただいております。お願いします。ありがとうございます。いいね、100キロ食堂っていいね。いや普通にごめん、俺も知らずに誘ってたわ。おっちゃんタイトルも分かんない。めちゃくちゃ思わず1年過ぎて1キロ取った取ってない取ってないよね。今からおっちゃんに来てたの全然大丈夫しない。あのエスポさんのチャンネルで島袋食堂やってまして、まあ、もっちゃんが食いたいものを一日食い続けて他の人がこう付き合わされるみたいな企画なんですけど、本日はそれをあの100キロの2人ヤジとおっちゃんの100キロセットが食いたいものを俺ら3人が食いたいものってお前し。でも奇跡的にそれ来る途中に気づいたんだけど、ヤジが俺今100ジャスト。え、そうマジで俺ね今92.3とか。92.3 92.3 でしょ。ちょっとね夏で痩せちゃったってね。絶対に痩せてね。痩せたんだからね。こっちが60、60、70190くらい。ちょうど。もう本当に。だまるっきり一緒なの、二人と三人です。すごいね。すごい。だから俺らは辛い思いさせるってわけじゃなく、体重一緒だから多分大丈夫だもん。そう。こいつら。だから俺らは好きなもの食わしてもらえばいい。なるほどね。ルールは1時間で決めて、はい、お二人が頼んだものを同じ数同じ商品全部俺らが食います。はい、俺らが1時間耐えきれば俺らが勝ち、はい、で逆に1時間俺らが耐えきれなかったらもうその2人が勝ち。なるほどですね、はい、まあ、負けた方が支払いでいいんじゃない。ああいいよ。えお前さ、全額もっちゃんに行こうとしてるじゃん。えっそれはそれ、お前全額もっちゃんに払ってもらおうとしてる。そっちがやばいやじでしょ。体重以上のものお前それくらい価値でやりましょう。はい、じゃあやろう。ということで早速注文していきましょう。いやよっ。じゃあそれでは、はい、1時間スタート。頼むとこからスタートか。え、てかやだな、このなんか人が頼んだものか食えないって感じが。けど、何ですか。もっちゃんね、大体何歳ぐらい来るのかな。俺プライベート全然食べない。あ、そうなん。そうなん。あ、プライベートのことプライベートいいよ。そのままでいいよ、そのまま。今撮影だから、近い量があるんだけど、プライベートは多分10皿もいらない。マジ。でもね、俺もそうだ。食べるね、多分。何その OL みたいな。全然食べない。でもこれ、俺は生魚って言えない。そもそもだから寿司屋やっぱ食えないよ。そうなんだ。でももっちゃん米苦手っしょ、うん、大量に食える、うん、だから結構不利な戦いではあるんだよね。なるほど。じゃあ結構いい分じゃん。確かに。そうだから寿司屋にした。じゃあそういっぱい頼んどいた方がいいか。まあそうだね。ご飯的な。うまそう。来ましたよ。あ、来た来た来た。マルマルサーモンとチーズサーモン的なやつ。はい、じゃあそれではいただきます。いただきます。ちょっと醤油かけなかったら俺ら何食った。俺ら指からだね。指食ったら指食えよ。イワシ、アジ、イワシ。ちなみに俺光物あんまいけないよ。僕もあ、だから俺光物とりあえず。じゃあ光物全部か。そういう分け方よくないけど。え、じゃあ光物俺行くからラーメン系。いや、ラーメン苦手。今さ、喧嘩やめよう。そうだね、勝たなきゃいけないの。目の前にモンスター2人いるから。勝たなきゃいけない。久しぶりにサーモン食った。本当に俺らが食いたいもん絶対間違いないんだから。うん、いや、まあまあまあ、そうだ、うん、デブの美味しいはね結構信憑性あるから。確かにな。そこもありがたいね今日。そうそう、まあ、ネギトロ食べたい。ネギトロ、ネギトロ今食べたくないから。その決定機もこっちが。俺らもやっぱこのデブとしてさ、舐められるわけにはいかないじゃん。いや、いかないよ。正直ちょっと勝ったらがっかりしちゃう。デブって言えない。いや、俺らがデブって言って。そう、俺らは。それは勝手にしてる。マジでしょ。いや、ラーメン来ましたね。横綱みたいな。はい、はい。これがね、ね、エビ味噌ラーメンみたいなやつ。あ、違うわ。牛乳カレーラーメン。全然違う。え、肉だもん。うまそう。いや、違う。なんか迷って、牛乳カレーにした。あ、あった。これか。ちょっと嬉しいね。やっぱ言い訳でラーメンが食えるっていうのは。あ、それダイエット中。ちょっと待って。ペース一気に上がったぞ。また。また。いや、全然。こうやってさ、隣の人の YouTuber と久々に動画撮る気がする。うん。そうだね。わかる。持ってるだけだもんね、こんなこと。うん。だから俺らも、誰かとコラボするって言ったら、大体上やもんね。あ、そうだよ。ほとんどのコラボでこっちは敬語だもんね。うん。ほとんどぐらいか。ほとんどとバンバンじゃん。あー、バンバンじゃん、そうか。でも、もっちゃん最初に見たときは、食べとは思えなかったけど。そうなんだよ。いや、思わない。思わないよ。初めて会ったのいつだっけ。い
家は家あれ初めてなんか家転入したなんか結構泊まってきたやつかそうだそうかあれが あれが初めてなのかだってあれ急遽すぎるもんなあの企画なんか起こされてなんか止めてくれみたいななんとなく最悪だもんねあれだってケイスケくんちプレベーターに泊まってて、うん、企画取んなくちゃいけなくて、うん、ケイスケくんが提案してくれて取ってきたあそうだお前らじゃああっち行ってくりゃいいやケイスケくんが行かせた俺は悪いことしてたケイスケくんに罪なくなってくるあ、でも追いついてるちゃんと今ねそうだねでラーメンもペロリですこれですね、もっちゃが頼んだエビ天うどんジャンマペロねせーの、最初のルーティンに行こいよっしゃそうなるよな光物もだよね光物なの光物じゃねえだろ光らないのかパパ俺の大葉ダメえ、じゃあ大葉だけ食うたらイカ食べてほしいいや、そしたらうどん食べてほしいエビ食うからじゃあもう限界なの違う、好き嫌いただの好き嫌い食べとさ、ご飯やばいじゃんこれ、そっち3人で争ってるんだよ争うことなんかこれもっちゃん一人だもっちゃん一人だこれ俺が一人でくれるそうだえうどんも うどんも俺そうそうもっちゃんはさ、うん、その嫌いで食えない食べ物とかないあレバーそうなの、マジレバーは、うん、昔、うん、大食いやけど、うんうん、嫌いな食べ物やったら勝てるんじゃないかで、うん、あーシャンクに食べたマジぐらい俺食べられたあそれはすごいわ、うん、レバーないかレバーかレジが頼むのこっちやんあ生ハムアボカドこれはおいしそうマジでうまそう喧嘩は良くないか喧嘩は良くないね喧嘩は良くないけどこれお前ら嫌いだからじゃあ助けてるって誰かあ、待って俺らそうしないいや勝手にして俺らは好きでしょ食事するだけ一回じゃあこれ誰が来るの助けてるねいやせーの、あれ？はい、ちょっと待って、お前って裏では嫌われてんの？タイが話しました。はいはいはい。タイが好きなのね。白身魚と光は結構好きかも。ああ、でもありがたい白身魚だったら。まだまだサムネ取らなそう。そうだね。一旦行っちゃって大丈夫ですよ。はい。お願いします。いや、まだ俺頼んでないんだよ。あ、もつさんめっちゃ来る。ちょっとやばいって。でもサムネもつきなんだこれ。これはやばい。はい、ということで、サムネ撮ってたらこんなことになっちゃいました。はい、サムネ撮るとこうなるよね。たくさん来ました。でもここで終了だよね。これ食ったら終わり？そっちは。いや、そんなことはないと思う。お腹いっぱいでしょ。お腹いっぱい。まだね、頼んだだけだから。まだ俺は全然マグロとか頼んでないし。マグロもそんなルーティンだよ。天才よ、マグロとか。そうだね。マグロになっても始まらないもん。そうだね。まだ始まってないの、前。全然魚卵とかも行ってない。いやー、そうだね。なんかやばいな。ちょっと麺も伸びちゃう。しゃべっていいかな。食べましょうか。ごめんね、ごめんね。サムネありがとうね。ちょっとなんかもう、俺らも。これは喧嘩とかじゃなく、マジで食ってこい。目の前にある敵を倒してた。じゃんけんとかなしで。そう。で、ツバポテトいける？あんま喋りかけてる。めっちゃお前目の前だったけど。いや、サーモン俺無限説あるからさ。でもこのサーモンマジで美味い。マジ美味しい。うまい。何サーモンか忘れてたけど。うまい、これマジで。でもさ、どう？もっちゃんマジで空想的に。いや、まだまだ全然。まだまだいける。本当に？まだまだいけると思います。いや僕がまだまだいけてる。プライベートだったらもう絶対終わってる。なんでそんなモード変わらない？いいじゃん。プライベートでいいやん。もうカメラってさ食欲増すんだよ。なんでやろな。なんでやろな。分からへん。俺も本当俺もこんな食わないな。どうそちらさんは？胃袋の調子は？8、7、0.5。じゃあお願いしますお願いします。でも衝撃なのがパーとパパがもう8割7割いってる。確かに結構麺くるんだよ。あと麺くる。頼まってないのお前ら。じゃあ麺くるらしいわ。じゃあもういいね。お前何ってこれ函館小ラーメン生のうまいって書いてある。まあじゃあ机開いたら頼んでみますか。頼んでみますか。こっちはいつでもそっちを殺せるからね。やだ。いやありがてえお会計してもらえるの。1万2000円でも1人4000円になるからね、こっちだと。え、何でしょう。絶妙なところついてきた。じゃあこいつが3で割り切れる数字1万2000円にしよう。
そういうことだね、うん、全然意味わかんないし、うん、なんで急に1万2000なんだ。 そこなんだ。俺らが長く一緒にいるからギリわかるだけで普通じゃ理解できないんだよ。数ってアホなの。なんか地頭が悪いだけで勉強すれば頭いい。無理じゃない。地頭が悪いし、地頭が悪いし、悪い。めちゃくちゃ仲なんだけど、俺らの知名度がないから、いろんな頭悪いクリエイターとかに呼ばれてないわけで、本当に全然誰にも分かってない。あのバカ王みたいなのあるじゃない、ルナちゃんとかさ、ヒューガとか呼ばれてさ、もう全然タメ張れる。いや、俺あれ見てるけど、全部得意ができるけど。嘘つけよ。見てるけど、あの動画。嘘つけよ。だから、ケンスケ君とかも余裕で頭抱えてくれる。マジで？普通のファニエスト学園みたいな。ああやばい、見てるね。あの4人とかただ、日本在住だからずっと腹立つ。海外から来てるから可愛いんだろうな。あっちはね、日本生まれ、日本育ちなのが腹立つ。ちょっとぐらいもらってもいいで。え、納豆巻きさ、一回長いって割んない。確かに。なんで、え、じゃあ、もっちゃんも食べたの今。あ、やばい、今じゃあもっちゃん以外4人で一回もらおう。好きな人して。いや、いい、いい、お腹いっぱいなん。そういうことじゃないな。そういうことじゃないな。ギブって言って仕上げてればいいじゃん。ギブの方が4人、なんギブ。何その話。俺ら楽しんで食ってるからさ。うわ、いいな。うん、うまい。ポテトが増えた。ふざけんなよ。今容疑かけられてるわ。やっぱどのグループ行っても就職がこんなに。おたくさんも。はい。だって他のケンスケ君がよくやるもんね。そうです。で、それがうちらの場合実行されるんだ。就職組の筋力が強すぎるんだよ。あ、そういうこと。じゃあこっちまだ回してるんだ。待って、さっき食わなかったそれ。え、さっき食ってたやん。それマジきついんだって。見えてるよ。あ、ちょっと髪入ったの俺。ちょっと待って、ごめん、見てなかったんだけど。俺らがな、もう残り5本くらいだったの、ポテトが。だから、ボーボットがそっちにあるんで、大量に入ってるのはこっち来てたの。え、警察だ。あなためっちゃ事件なんや。お前事件で来たんじゃない。だって匂いしてる。それ多分誰かが入れ替えたから、それは事実だ。うん、だからもう全部まとめて事件で負けた人が来ればいいんじゃない。こっちに。おー、それいいじゃん。一人単人が一人いるんだよ。一人。だからポテトこれもう混ぜるよ。混ぜて一個にする。混ぜるよ。一個になって普通に一個ね。すればいいから。ありがとう。せーの、最初グーでポイ。はい。だって俺とエイジは怪しくない。やってない。やってなかった。負けた一人ね。せーの、最初グーでポイ。グーでポイ。マジで犯人だ。やっぱ犯人だ。ちゃんとして、ちゃんと犯人だ。お前ら協力しちゃダメだ。ちゃんと決めなさい。俺ら近づいてきて、俺犯人だし。現に入ってきたからよかったんだね。待って。いや、あと残り何分ぐらい。あと10分ぐらいですね。はい。あと残り時間10分。え、まず10分で俺らこれ完食しないと。ちなみにあっちが頼まないんで、10分以内に俺らこれ完食したら勝ちだから。まだ諦めないなら全然頼むし。それ諦めないけど、止まっててほしい。止まっててほしい、ね、10分でこれでしょ。うん、いけるっしょ、10分で。それはえ、ちょっとさ、協力してみて。これ協力分けてるよ。ちょっとやってみて。じゃあ俺だけ押し付けやっとけ。ちょ、今の押し付けはこれだ。本当に本当に言って何したいの。あと10分頑張って戦おう。先生どうぞ。10分はいる。じゃあ俺タッチパネル見るから。変わんないね。もうちょっとだけ戻るね。そうだね。ちょっとね、一回ね、お寿司屋来たらちょっと頼みたい。ああ、ありがたい。俺ちゃん例の何。お寿司屋の時に絶対俺も頼むやつがある。
一緒かも。あ、マジ3品盛り。え、いくえなんで好きやねん、それ多分。何だろう、アニマルジュースとかでしょ。アニマルジュース3品盛りのなんかじゃないの。いや、それはさっきは分かんない。俺らは3品盛りなんか聞かないし。あんまり実験させてみしよう。いや、いい、好きにして、まあまあまあ、正直俺でもここ洗いに合わせてこれね、お前らも言うの消えるか。あ、ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。何件で勝ったの。え、負け勝ち。え、一番負けたやつこれでいいよ。なんでそんな海の孤独なタイミングが俺らが切れようと。これで勝敗決まるよ。いきます。俺らの。せーの、最初グーだけポイ。あいこでシュイ。あいこでシュイ。あ、終わった。待って、終わった。これで勝敗決まったって言ったじゃん。俺言ったよ。一回考えて、じゃあ一回考えて。俺がこれ持ってるから考えな。ごめんね、ありがとう。おかわり。おかわり。みんなが美味しそうに食ってたから俺踊れなくなっちゃって。別に俺言ってもいいんだもんね。だってやばい、それ俺らが負けるだけだもん。そう、まあ支払いはしてもらうけど、これはまずもともと全員ノルマで食ってたから、俺これ食ってたのさっき。コツだけ食ってるだけだもん。違う、ラーメン食ってたよ。俺ら2ついってる、お前だけ1つで。あれだって俺ラーメンとか飲んでしょ、うん、パパもうこのうどんとラーメンでしょ。でパパがラーメン、ラーメンと2、ラーメンと2、ラーメン2。何ラーメン、カレーと、はい、なんかあったか。いや、俺は食べてない、食べてない。別宅の来た。こいつ1やん。もういっちゃうよ。一口くれたらいいけど、一口くれたらいけるらしいよ、これ。じゃマジで一口いっただけでマジで進む。いけるんだよね、まず。まあ、さすがに多分これでいけると思う。まあ、言うてもあと5分くらいだもん、うん、あ、そう。戦えるか戦えないか、それ次第俺らの士気も変わるから。そう、もう食ってるけどさ、うん、改めていくよ。はい、じゃあ一応いけるかいけないか発表お願いします。いいですか。はい、ギブで。でもとりあえずこれ終わっても食べきろ。まあそうだね、それはそう。とりあえずゲームはもうそっちの負けでいいのね。アツの負けだったら俺じゃうどん食うよ。俺ガッチありがとう。そしたら戦うよ。戦えんの。いや俺こいつを加味して無理だもん。俺なんか楽しくなってきた。もう、まあ、うどん行ったところで少しもあるし、制限時間も少ないし、カパがこれ言ってくれるっていうのは、俺ペロンチョ行っちゃうよ。ペロンチョってどうする。え、じゃあ俺これ行くよ。もうじゃあ俺行きます、これ。え、そんなペースで行けるの、ね、え、なんだ、なんで渋ってたの。ね、お前が行かないからさ、もう、うん、食いたくなかっただけや、あいつね。10、9、8、7、5、4、3、2、1、終了。ということで、ホワイトウォーター飲めてないので、こっちの負け。はい、はい、そう。全然いるけどね。うん、まあでも結局ということで勝者100キロチーム。以上。じゃあお会計もらいましょうか。まあ、そのお会計がいくらなのかっていうところですよ。はい、今回の会計金額が21,400円です。21,400円。いやいや、でも安いですよ。7,000円。うん。まあでも今回は俺らの負けで、いやー、はい、強い、やっぱありがとうございます。概要欄にもあのもっちゃんのこちゃんの URL とエスコさんの URL 貼ってあるので、ぜひ皆さんフォローお願いします。お願いします。ということで以上、100キロ食堂でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとう。そっちありがとうございました。はい、はい、これちゃんと証拠ね。まあ一旦俺はカードで、はい、
ありがとうね。ごちそうさまでした。顔見て。殴っちゃえ。腹殴っちゃえ。お腹いっぱいになってたから。殴っちゃえ。もっちゃんがやるならいいよ。なんでこいつなんだ。